愛知大学野球連盟とは、愛知県内に所在する大学の公式野球部で構成された大学野球リーグである。全日本大学野球連盟の参加団体である。戦後の1949年に、名古屋に所在する大学で愛知7大学野球連盟を設立したのが始まりである。1946年の学生改革を受けて、翌年に、 全国新生大学野球連盟が発足。1952年には、旧生大学連盟による全国大学野球連盟と新生大学野球連盟の合併と発展的解消により、全日本大学野球連盟が誕生。愛知六大学野球連盟とともに、その他の東海地域を東海地区として編成。翌年までには、 北陸地区を含めた中部地区大学野球連盟を編成し、1965年の単独枠獲得までは、中部地区の代表決定戦に出場しての選手権、大会出場となっていた。なお、大学球界の中では、東京、関西に次ぐ、競合校が集まった連盟として知られており、全日本大学野球選手権大会への出場枠が、 中部地区としてあった当時から代表はすべて愛知連盟から出場している。古くから中部、東海地区の名手であることはもとより関東、関西地域以外からいち早く優勝補を出した地方の名手でもあった。その実績が認められ過去3度行われている全日本大学野球選手権大会の地方大会を全国で初めて主催した。また、 大学野球には珍しく一県一連盟の活動をしてきたことと地方の大都市圏という性格上、徐々に加盟校を増やしてきた。1999年に連盟内の再編改革案や運営への不満を理由に一部の加盟校による分裂騒動が発生。強行独立、復帰など、右予曲折を経て、約2年をかけて収束、鎮静化し、現在に至る。 関連団体についても、平気大学野球の歴史的な成り立ちの関係で、他の地域では、同一地区内で複数の大学野球連盟が乱立気味なのに対して、中京地区は、愛知大学野球連盟のみが単一で存在している。そのため全国の他の連盟に比べて加盟校数が多く、現在ではその数において、最大の27大学が加盟するに至っている。近年は1、 二部リーグの実力差はなくなっており、有力校も降格を経験したり二部リーグ経験者からもプロ入りして活躍する選手が出ている。明治神宮大会へ繋がる周期リーグ戦では指名打者制を採用していない。交流試合などにも積極的で中京地区の社会人野球とも古くから交流試合を実施している。加盟校数の関係から前シーズンの成績をもとに一部から三部に 分けた、ブロック運営を行っている。最上位リーグを一部リーグ、下位リーグを二部以下と称する。二戦戦勝方式同一の対戦校に対して、先に2勝したチームがその相手校との対戦に勝利、したとして、対戦を終了する。二戦固定方式同一の対戦校に対して2戦を行いを、対戦を終了する。変則8試合制4チーム総当たりで対戦をするが、2チームと3試合、 1>, 1チームと2試合の合計8試合の変則的な対戦形式となる。勝ち点制、勝率制2部3部優勝決定戦及び2部、再開決定戦春季は全日本大学野球選手権大会の愛知大学野球連盟代表としての出場権を獲得。秋季は優勝チーム及び準優勝チームの2チームが東海、北陸、愛知3連盟王座決定戦の 愛知大学野球連盟代表となり、東海地区大学野球連盟、北陸大学野球連盟のそれぞれの優勝チーム、準優勝チームと対戦し、優勝した場合に、明治神宮野球大会への出場権を獲得する。各部のリーグ戦の終了後に、上位リーグの再開校と、下位リーグの優勝校との間で対戦を組み、勝者チームを、次シーズンの上位リーグの所属とする。 対戦方法は2戦戦勝方式。一部は、水補球場をメインに使用している。二部以下については、各大学が所有しているグラウンドで試合を実施している。一部の主な使用実績のある球場は、以下の通り。平成以降の成績2021年、春季リーグ終了時点一部リーグ、二部リーグ、三部リーグ、大学選手権イコール全日本大学野球選手権、大会出場回数。 神宮大会イコール明治神宮大会出場回数。2021年春季リーグ時点2021年、春季リーグは開催せず1999年くれごろ、一部の常連校の中から人気と実力の両面で、陰りの傾向が見えていた連盟の運営と実情に不満が噴出。特に株所属校の一部に対して運営に積極性がないとする批判が出され、 連盟活性化の足かせとなっているという強硬な意見が表面化し、一つの巨大連盟であることの是非が問われ、再編案が出された。その内容は、愛知大学野球連盟内を、愛知六大学野球連盟、愛知学生野球連盟、中京学生野球連盟に分け再編し、全社二つは、それぞれ六大学で構成、残りを一つにまとめるという構想で、 分割することによる運営のスリム化と将来的な愛知からの代表枠増を狙った準備再編であった。草案としての構成校は愛知6大学が一部所属の5大学と名古屋大学。この編成は明らかに東京6大学野球連盟、関西学生野球連盟を意識したものと考えられる。愛知学生は一部所属の1校と2部所属の中から5校と、 発表されたが、厚生校の選択内容とその理由が、独善的であると多くの加盟校の反発を招き、結局この提案は、支持を得られずに多数でもって否決されてしまった。連盟内調停に失敗した、再編支持派の愛知大学、愛知工業大学、中京大学、名古屋大学、名城大学の5大学は、2000年2月に、愛知大学野球連盟からの脱退を強行し、 再編派の離脱後大学は新連盟の承認の打診を全日本大学野球連盟に求めた。しかし、分裂騒動に不快感を示した全日本大学野球連盟は離脱した後大学グループに対して強行路線の鎮静化要求とともに全日本大学野球選手権への出場枠は与えない旨を回答する。離脱側はこの決定に対して独立は断念し、 同年3月には、愛知連盟に復帰を求めることになった。復帰した後大学は、全日本大学野球連盟側との交渉の際の、連盟内での再調整の指示をよりどころに、引き続き、愛知連盟内での再編案を主張し続けたが、受け入れられないことから、ベッドリーグ戦を組織する行動を起こした。連盟の分裂を回避したい、連盟事務局は、 再編張り立つ復帰組後大学と被災編派グループとの調停に苦慮し、復帰組後大学のリーグ戦を全国大会への出場権がない臨時部と定義しリーグ戦を容認した。その後引き続き双方の調停、話し合いが継続する中でリーグ戦が推移していったが、最終的には全国大会への道が閉ざされた強硬派のモチベーションが低下し、2001年に再編派が歩行。 収める形で最下部所属として正式にリーグ戦に復帰することとなった。制裁によるリーグの再編成なお、この騒動での復帰組への救済策として、全国の連盟でも当時あまり行われていなかった2校ずつの各部入れ替え戦制度を導入した。当初は復帰組の早期一部昇格を目的として導入されたが、復帰組後大学中、元一部校が、 全校一部復帰した後も同制度が引き続き継続された。2011年からは以前の一校ずつの入れ替え戦制度に戻っている。春季リーグ戦終了後に加盟した3チームが対決し、勝利した愛知学院大学が一部再開の明古市立一大学と一部参入決定戦を行い、愛知学院大学が勝利して秋季リーグから一部に参入した。二部リーグには、 再加盟した名古屋工業大学、春季にリーグに加盟した東海道法大学、名古屋商科大学、一部参入決定戦に敗れ、降格してきた名古屋一律大学の4チームで行われた。それ以前のリーグ創設時から昭和までの優勝チーム、順位、入れ替え戦の結果は下記を参照。愛知大学野球連盟一部リーグ歴代優勝校。 愛知大学野球連盟2部リーグ歴代優勝校、愛知大学野球連盟3部リーグ歴代優勝校、愛知大学野球連盟94部リーグ歴代優勝校2006年春季に女子選手のみのチームで準加盟して5部リーグにオープン参加、同年秋季より正式に加盟。女子選手時代は正式加盟時から全リーグ戦全敗であったが、2009年秋季より、 男子選手との混合チームに変更しそれまで足掛け4年にわたる連敗記録を54で止めた。2010年周期より女子部員は出場選手登録されなくなり、その後公式野球部、公式野球部に分離、女子は現在日本女子野球協会主催の大会で活動している。全員が1年生であった部員のうち9人が同法大学に1人が 愛知学泉大学に編入学した。その後、大学自体も2009年度をもって学生募集終了。申請の愛知六大学野球連盟構想に含まれていた愛知学院大学は当時連盟理事校でもあり、連盟分裂には反対を表明していた。この臨時部は自称、アイリーグと呼ばれていて、愛知の愛とインデペンデンスの愛を意味する。 連盟の総意としては、復帰組へのペナルティを課すことになったが、事務局としては、連盟の平穏なる継続維持を渇望していたため、被災変派の多くが望んだ徹底的な処罰断行を干渉する役割も果たした。過去に、千葉県大学野球連盟で1981年春季から1986年秋季まで行われ、最近では、 首都大学野球連盟で2014年春季から2015年春季まで行われた。2002年春季に中京大学、2002年秋季に愛知大学、愛知工業大学、そして2003年秋季に名城大学が一部に復帰して、元一部在籍校が全校一部に復帰した。愛知大学野球連盟、ありがとうございます。